す。日田義虎は1300年頃に生誕してますが、実は彼も何年に生まれたかというのは若干ブレがあって、1299年あたりから1303年あたりのどっかで生まれているというふうに見られています。だからまあざっくりと1300年頃生誕、よく言われているのは1301年生誕というふうに書かれています。 1317年以前に足利高義の返却を受けて元服してるんじゃないかと最近で言われています。まあ、よく言われてるのはこの新田家の名前が正氏、元氏、友、え、氏、ー、というふに氏がついているのがいきなり義になったと。ちょうど足利氏でも安氏、家時を経て貞氏で、えー、高うときたんですが、えー、貞氏の次は高義と、義が来ているので、この義を持ってるんじゃないかと言われています。 えーま、あのこれはまあどう、えー、実際にどうなのかわからないけど、まあ最近ではこういうそういうふうにおそらくずっと氏をもらっていたでところが足利家の方も高吉になったんでその氏をもらって義佐だというふうに名前が変わったというふうに見られていますで1 7十8年には父親の死去を受けて家督を継承してます父親が亡くなった時に彼は世良田長楽寺の再建事業に取り組んでます でこれ、まあ、日田一門、長楽寺というのは、新田本宗家の菩提寺じゃなくて、世良田家の菩提寺なんですが、その時に新田本宗家は多くの土地を大谷道家という人物の娘に売却しています。この大谷道家およびその娘というのは、世良田の宇徳人,、まあ人えー、金持ちの人物で、そこに土地を売却して、でそれで世良田長楽寺を、まあ、建ててると。 これの背景にあるのは、吉貞がセラダ宿を掌握していた。このセラダ宿っついうのは交通の要衝であって、まあ、このセラダ宿の経済を掌握していた。で、さらにこの大谷道計っついうのは特捜機関人だったみたいですね。特捜に深い関係があると。で、この頃実は光ウの国っついうのは、それまでは足立康盛が主がやったんですけども、下月騒動の時に光ウの国は、 徳宗家の、に守護職が、守護指を移っていたために、大津家の国の有力武士である新田氏は、まあ、徳宗と絵に接近していくと。だから、徳宗身内人の安藤召集の、えー、娘と婚姻していたり、で、えー、彼女との間には日田義明が、徳宗家と関係の深い、えー、日立守護、小田隆友の娘と、えー、婚姻し、彼女との間には日田義宗が生まれているということで、 このころ新田義貞は特装への接近を強めているということが言えると思います。だからまあそういう意味では義貞っついうのはまあ苦労はしてきたんですがと同時にこの世良田兆楽の再建事業の頃にはうまくやって経済的にもかなりしっかりしたものを確立してたというふうにまあ言われています。 で、原稿の乱の時き、原稿の乱というのはあれですね、後醍醐の討伐計画ですが、この原稿の乱の時に大番役で在京していたと。で、この時千早城で楠木正成と戦ってましたが、途中で離脱しています。1三3 3年3月には神津の国新の、新田郷についています。で、これ、無断で帰ってきたのか、許可付きで帰ってきたのか、この辺はよくわからんですが、しばしば無断というふうに書かれてますけども、実際に罰則、罰が与えられたわけでもないんで、 無断ではなく、えー、許可あったのか、えー、太平記では仮病を使ったというふうに書いてあって、まあ、中間グレーゾーンと、オフホワイトよりもあのグレーで、まあ、許可を一応もらったというふうな感じでいます。ただ、この時に、森吉親王の領事もしくは後醍醐天皇の臨時を受けて帰国,帰国したというふうに、 太、まあ、平記などでは見られているんですけれども、これについてはちょっと疑問がある。むしろ彼のこの挙兵のきっかけというのは、後醍醐天皇や森吉親王ではなく、別の契機があるだろうと。一つの大きな契機というのはこの、1330年4月、要するに、まあ、彼が帰ってきた直後ですね、金沢出雲之助近つら これ金沢一門と説明されることも多い,いですけども、もこの千葛という名前から見るにで、しかも北条氏の経図を見ると、この金沢,、えー、金沢千葛辻元さん見かけないんで、これはまあ、岸の方にそういうやつがおるんです、そいつじゃないかと思われていますけど、引き付け奉行というふうに言われ見られています。それと黒沼彦四郎、彼は特捜身内人で。 実はこのセラダンシの隣の将官だったらしいです。だからセラダンとも深い関係がある。彼らがセラダンシに軍資金を取り立てに来ただと。で、これがあまりにも厳しいものじゃって、もうセラダンでは大騒ぎだったわけですね。セラダンの人、困った人々は吉田が泣きついて、で、吉田はこの黒沼彦四郎を殺害し、金沢地らを 取れっ取られてしまうとでこの金沢千葛はどうも船田義政の関係者であるということでこの船田義政っつうのは吉貞の羊ですけども船,船田市っつうのは木伊なんですね紀貫木の騎士だからこの金沢,金沢出雲之助千葛もおそらくは騎士で、えー、金沢市に、まあ、出資して金沢の名前を、えー、配慮しているというふうに見られている。 見るべきだかなといいううふうに思いますではその三つ,つの選択の第一がこの時に始まるんですね。上田敏隆、生駒隆臣、編の南北朝、武将列伝、南朝編の中にある谷口裕太氏の日体四世田の、A、項目からこの三つの選択を取ってきています。その第一が、要するにこのまま鎌倉幕府につくのか、足かかった内の呼びかけに応じるのかと。 だから、あくまで、えー、まあ、の巨兵の兵器は、谷口はこの足利尊氏であると。だからまあ、尊この4月に、えー、六原丹大が滅亡して、六原丹大は、まあ、尊氏で滅ぼされたと。で、尊は、祖国の源氏たちに対して、北条氏を打てという名前、命令を出していると。で、ちょうどそういう頃に、この事件が起こったですね。特捜身内人による、白田諸家の軍資金取り立て。で、 1三3 3年4月23日には、名越高江が戦死して、高氏が、この五大郷天皇の反乱軍に加担すると。5月上旬には、足利千獣王が、後の足利芳明ですね、世良田に脱出していると。吉田の選択肢。高氏から当然、この頃には、おそらく、この足利千獣王が世良田にやってきたんで、この世良田、これと合流して、幕府を出るという指示が出てるだろうと。で一方、吉沢は、ここまで、あの、足利家の、 え、庇護下にありながら、その一方で特捜との密接な関係を築いてきたと。どちらに移るべきなのかと。結局、まあ、吉沢は黒沼彦四を殺しちゃったという、その関係はというか。5月8日、えー、生島神社で挙兵したというふうに言われてます。ただ、実際、生島神社で挙兵したかどうかは。生島神社で挙兵したという話が太平記にしかないんで、まあ、当時の城では見当たらないというふうに言われてますけども。まあ、ただ、生島神社で、え、挙兵。 神社に関するのが一番かなとでその時にはえ大立宗氏、堀口定光、枝幸義、岩松常家、桃乃井、え直義ら150基が参集していたと。で、まあ、150基の正税に言いますけども、まあ、150基ということはそこにあの勝ち立ちの歩兵たちがおるんでもうちょっと人数が多かったと。それでも総税で戦ぐらいと考えて。 いいんですけどもそこに越後の国の日田一族らが合流しさらに現在の群馬県の南部から北上して八幡署に入るとそこで信濃源氏海源氏らが合流してきてで武蔵の国で多摩川渡った辺りで世良田,田から追っかけてきた千住王と合流していますでこの頃には数千の大軍になっていたというふうに言われています武蔵の国の小手指原の戦いで義田が勝利します 北条氏はそれにびっくりして高時の弟の安井家を総大臣にした軍を派遣してきてで武外河原でぶつかり合うとでここで安井英軍に敗北したんですが、えー、三浦一門の大田和義勝がいきなり安井軍を裏切って吉田軍の方に登場とでこの大田和義勝は三浦一門の大田和氏なんですけどもどうもこの義勝さんが 公私から養子に入っていて、まあそういう意味では足利の息がかかっている人物であると。えー、いうことで足利、高氏が、まあ、高氏の方がこの吉勝に命じて吉沢に壊れというふうに命じた可能性もあると。で、この吉勝の活躍で逆転勝利を得て玉川を、えー、投下することになります。で、これが結局吉の第一の選択。要するに特捜にそのまま引きつくのか、それとも足利氏に 投じるのか。結局彼は足利に投じました。鎌倉突入。1917年、赤道、東京都魂に当たります。そこで吉田が勝利して、これが最後の関門だとね。で、あとは鎌倉に殺到すると。ここの防御ラインが破れたときに、破れたらもう鎌倉。鎌倉では最後の最後の防御ラインで、ケワイ坂、極楽寺坂、小袋坂で激戦が行われます。ケワイ坂には金沢大駅、極楽寺坂には えー、恐らくその小袋坂には赤,赤橋、森時がそれぞれあの出兵して激戦を加えます。で、極楽寺坂で大立宗氏が戦死すると。それまで慶和と坂で戦った吉田は、この極楽寺坂の新田軍が完全に指揮系統を失ったために急遽極楽寺に転戦し、その極楽寺から稲村崎を突破したと。でもこの今稲村崎突破に関しては、まあ、あの稲むらさきに行ったら、 今でもこういった吉田がたちを構えてこう投げるこういう有名なシーンがありますけどもまあこれは官庁ただ単に塩が普通に引いてそこに干潟ができたすんやったら北条がそれ知らんかったんかいやとそれはないやろうというふうに言われてるんで想像以上のか要するに北条軍が想像もしない大型な干潟ができたんじゃないかとということは何らかの地殻変動あったんじゃないかと。 いう話もありますえ、まあ、一方、まあ、明治時代に久米国武は、えー、摩擦博士と言われてたんでこの久米国武はこの稲紫のこんな話あるわけがないと。あの軍中諸道を調べてみると河内の国の武士である三木七らが背後から極楽寺のおさらぎ里長軍をついてるんで。 これがポイントじゃないかというふうに言うてて、まあ、あのこれの話、小説でもあのあれですね、えー、山岡総八の、えー、新太平記では、この三木年貫の奇襲説をとっています。この三木年貫が背後からあおさらい軍をついて、気、え、象、ー、がけたと。それから、これはあの新田次郎に言っておったかな、水軍の存在を指摘してますね。これはまあ、あの太平記にも水軍が、えー、あったんやけど、師匠がぐわー引いていったんで、 水軍も役に立たなかったというふうにまあ言ってるんですけども、当時の,あの資料からかん、あの、ま、太平器とかから見ても、まあ、この真相てなかなかわからないけども、まあ、何らかこの三木土津さんはの話は、軍中上に出てくるんで、こいつらがなんか関係してるのはあるだろうな、とは思いますけども、まあ、この辺は私もよくわかりません。で、稲間紫の最終ラインを突破された鎌倉幕府は5月22日に滅亡しています。 日程須田さん、鎌倉を退去しています。1333年6月、えー。だからかなり早くに鎌倉退去してますね。で、えー、上洛してます。賠償論では、この足利尊氏から派遣された細川一、えー、氏ら、えー、さ細川一氏頼治らさん、細川三兄弟と対立したというふうに、えー、書いてあります。えー、足利方と日田方の対立が始まり、最終的に、 足利は新、えーまあ、田を追放した、もしくは新田予の方で足利と対立するのは本意ではないと退いたというふうにも言われてますけども、まあこういう見方って結局、まあ、新田と足利が対立する関係にあると。もともと新田予想だと人物、新田一門というのが足利氏と対立する、あるいは対抗しうるようなそういう存在ではなく、昔から 基本的に足利一門だとするならば、義貞と足利の対立っつうのは、まあ、実はあったのかというのはないかもしれないと。まあ、義貞が足利に、えー、まあ、これを譲って、自分は上洛したと。まあ、上洛した義貞に対して、後醍醐天皇は十七位の城、自分の太夫、さらに神津家、越後、播、え、磨、ー、の国主。 ハリマの守護はできたみたいですけども、ハリマの神は、光津越後の国主と守護、それからハリマの守護、これを与えていると。で、無者どころ当人になっていると。さらに左表への神に任官、えー、しているということで、まあ、かなり五代武天皇からまあ優遇されているということが言えます。だからこの鎌倉攻めと建武の進出の中で、この新田氏は足利氏と並ぶほどに急速に成長していったと。 やっぱりこの鎌倉攻めをわずか半月で鎌倉を落としたという、そこの圧倒的な武功、刑務政権でそれが非常に高く評価された。刑務,務申請においては、足利氏の権勢のために、えー、後醍醐がことさらにこの吉田をプラげていったつうことも指摘されています。後醍醐にとって足利とに行ったどちらが信頼できるのかということは、まあいろいろと議論があって、一概には言えませんが、足利尊氏も三味ですから、吉田流も上ですからね。 ただまあこの中で、とりあえず足利氏と新田氏がこう並立するレベルにまで成長、あの新田氏が急速に成長してきているというのが事実だと。で、中仙台の乱、これに足利高氏が無断で出兵したというふうにも言われています。その後、高氏は離反してしまうと。この中仙台の乱と高氏の離反、まあ、この中で日田、新田四段に代の選択肢が訪れると。 このまま足利一門として足利に引っついていくのかもしくは抜擢していた後醍醐についていくのかと。言いますが、これ実は選択肢ないんですよね。実はこれ選択肢はない。というのは、高氏が吉田排除に動き出しているという状況の中、まあ、吉田はここで足利に引っついていくという、そういう選択肢は実はない。まあ、大の選択、吉田は結局この選択を ここで足利氏とついていくる選択を、まあ、高氏の方から切られてしまったと。で、吉田としては後醍醐天皇にどこまでもついていくしかないと。で、吉田排除の動き、例えばどういうことがあったかといったら、この長仙台の乱の論功交渉の中で、神津家の国の主語を上杉憲房に与えてしまったと。まあ、むちゃくちゃですね。さらに、この頃岩松氏が、まあ、一応、日太一門というふうに。 新田の書類を持って、新田一門というふうにまあ考えられてきた。団形で見ると、足利だけども、一応、新田一門の中にも数えられてた、カウントされてた、平松氏は足利氏の方に行っちゃったということで、新田家総領の吉田のメンツはかなえてくれると。さらに、五代五と高氏は決裂した段階で、五代五は吉田に高尾氏討伐を命令すると。で、この段階になって、新田氏は足利氏から自立を果たしたと。 いうかか、まあ、自,自立せざるを得なかったと高氏討伐の総大将となった義貞は、高氏親王を報じて鎌倉に行きます。で、北本家昭恵と連携作戦をする、そういう話やったんですけども、うまくいかない。まあ、義貞が早くついちゃったと。で、昭恵が遅れたと。ということですね。同時にガーン行くんじゃなくて、結局、義貞は先についてしまった。で 吉田としては、昭恵に命令しにくい。要するに、総大将は吉田である。でも、昭恵の方が2位、12位ですから、吉田は1 0位で、昭恵は12位と、まあ、かなりの身分差はありますから、この辺の吉田としては昭恵に言いにくいので、連携不足じたという見方があります。まあ、実際連携はうまくいってなかったのは事実であって、まあ、昭恵はかなり遅れちゃった、遅れちゃったと。 結果的にあの吉田単独で突っ込んだ箱根竹之助との戦いで吉田を敗北敗走します、まあ。敗走する時に天竜川を渡河するとに船を連れて箸をかけたんですが、この箸を切り落とそうとすると吉田がまあ待てると、えー、それをあの切ろうとしたらなんか俺が慌ててるみたいで非常にかっこ悪いじゃないかというふうに吉田がま嫌、あ、いを止めたという逸話が残っております。 賠償論の方ですけどもで太平洋の方では、まだちょっと違う位なんですけども、も橋がいき,いきなり切りかけて、で、吉田がぐっとこう一生懸命つないだという、そう,いう話なんですが、いずれの話でも、太平洋でも、賠償論でも、吉田は最後に渡っているということで、まあ、そういうあたりに吉田の,この美学というか、そういうものが見えてくるなという話になっています。京都に入りそうした吉田は、京都攻防戦に入ります。 結構苦労はしたんですけども、えー、北畠家が、えー、合流し、一旦京都を制圧するものの細川常前軍の陽土作戦で、まあ、苦労し、船田義政もこの時に戦死すると。で、その後、東三度の方を回ってきた、えー、高橋親王軍、竹の下の戦いで敗北した後東三度の方から回って、兵力を整えてやってきた高橋親王軍。この北畠家、高橋親王軍を加えて、 えー、吉田は、えーまあ、京都制圧に成功します。で、京都から打ち延びた、えー、高尾寺は、えー、豊島瓦、えー、大阪府の箕面市の豊島河原で、吉田軍と高尾寺は激突し、これに吉田軍は、えー、勝利して、足利軍を九死に追い出すと。で、吉田は周防の国の黒人である、この吉川実常に、 向こうに行くから高尾寺打っといてくれというふうにですが、三はその頃には高足利の方に行っちゃって、逆に高尾路を九州に送っていっちゃったということで、失敗しますが、まあ、高尾路だったら九州にお忍びいた、まあ。あとは菊池武利があの足利高尾路をぶっ潰してくれたら、ま、バンバんじゃったんですが、菊池武利は圧倒的有利だった多々良ヶ浜で足利高尾路に敗北すると。 そういったことは知らない京都では、高尾寺公益の功績で、昭恤の下に昇進し、さらに左近江の中将針馬、えー、の神にも、えー、なって、まあ、針馬の神になりましたんで、まあ、左近江の中将と針馬の神ということで、吉田も間もなく、苦行への仲間入りという感じになってきました。この時に、後醍醐天皇に仕えていた皇統内を先渡されて、この皇統内と仲間と同じく、 いろいろとやった結果、播、え、磨、ー、の国への出兵にも遅れてとか、まあ、そういう逸話がいろいろありますけれども、最後、吉田が死んだ後と、江東内氏は、吉田の首を持って、奪って、そのままああそれを埋めて死んじゃったとか、それを埋めて琵琶湖のそばで、よせよく過ごしたとか、い、ま、ろ、あ、んな話は大変に載ってますけれども、まあ、そもそも江東内氏、この吉田の妻の一人である江東内氏で実在したんかという話もあります。 でこの皇太シの逸話に関しても太平記にしか見られないのでこれほとんど逸話なんだろうなというふうに見られていますまあ張り混ぜ目ですけどもこの頃の吉田には、えー、正成との確執が賠償論には書いてあります賠償論では楠木正ゲがこの義貞っつうのはまあ基本的に人徳ないし人望ないからこいつ潰して高夫とと なんよくねというふうにまあ言っていて、これは賠償論しかないから、本当だったかどうかは分からないですね。ただ、この正成、これ,にこれからまあいろいろ考察されているのは、高尾と吉貞が違いがあると。で正成からすると、この吉貞という人物は、えー、自社の首都や機内の武士に対するも理解があって、まあ、坂東武者のみが正式な武士だと。 いうようなイメージがあって合わないんじゃないかという。まあ、これはどうなんだろうな。私は個人的には、この、高織と吉田の際として、この自社の人や絹代武士の無理解があったんじゃないかそいうのをまあ、想定ではないかというふうには思う。まあ、吉田の人物論というか、吉田の人物継承というのが、賠償論、太平記、特に太平記なんかでそうなんですけれども、なんとなく昔風の武士という、そういうふうな継承された事実だって、まあ、そういう人物だったのかという。 ことも可能性もありますけども、どうなんだろうと、えー、いうふうに思います。正成が言ってるのは、まあ、あの九州に。おしのびのかからず、多くの武士が高尾寺に従っているというふうに言っていて。まあ、正成が、もしこれは本当に自殺するならば、まあ、高尾寺の方が。未来性あるんじゃないかなということですね。まあ、高尾寺と吉田にはやっぱり。五代五代いかに吉田を引っ張り上げたとしても、初戦吉田っいうのは。 まあ、高尾寺の一門というかえ、そういうようなレベルでしかなかったと。あの北本家近房が、南朝の北本家近房が、日田吉田について、足利高尾寺の末の一族、新田小四郎四田というものありというふうに、まあ、言っちゃってるんで、まあ、五代五はいかに、こう、四田引き上げようが、まあ、北本家近房がそういうふうに見てるってことは、まあ、四田の、 立場といは、まあ、実は高橋の末の一族なんでしょうね。で、ハリマズ目も遅れます。まあコートナシの医療科に溺れたというふうに書いてますけど、まああのその頃同時にあの起こりという病気、まあ、マラリア熱が関節的に発生する発生する病気にかかっていたという記録もあり、えー、その関係でまあ、吉田さん病気あったんじゃないかと言われてます。 で、赤松攻めに手間取っているうちに高藤の反抗を招き、貧乏の国の福山で敗北し、摂津に退却して、港湾戦いを迎えることになります。で、ここで敗北して、正成も戦死しますが、あのー、これはちょっとネタですけども、この港湾戦いの前に、あの正成が比叡山に再度の銅座をして、前の戦いの再現をしましょうと言ったのに対して、貴族である某門京忠が、 二度もね、同じ年のうちに2度も同座するというのは縁起が悪いと。武士たるものを堂々と出てて戦えというふうに訴え結局み、まあの港の戦いでも正成は戦死しよせだぼろ負けすると。これこういう貴族たちが戦争に口出しするとろくなことないよねというのが。 後に東水圏、統帥権、パ板とか言い出す軍人たちにとっては、いいネタとしてこれが機能するんですね。もう、愚,愚かな貴族がどうたまあ貴族がこの戦争にくじ出して負けるというパターンで、おそらくよこうやって思いっきり取り上げられて、こう人口に感謝していくのは、統帥権、カンパ板とか言い出す、この特に陸軍や海軍の艦隊派の連中がこういう時に。 統帥権の完板させていけない統帥権を独立させなきゃならないとか言うて軍人のこの発言力をこう広げていくときによく使われたネタというふうにも言えそうですこれはだからそれでまあものすごく人口に感謝してそれがまあ今になってもなんとなく愚かな貴族と可愛いそうな武士やっぱりあの貴族が戦争に口出すとろくなことないよねという話になっていって。 ですねまあ、この某門京多田さん用人物は実はあまりよくがかってません。結局、後醍醐天皇は比叡山にえ行っちゃいます。ここで、吉田大さんの選択。これも実は選択言うても選択肢はないんですね、吉田にとっては。比叡山に行った後醍醐、結局、高尾城と和光礁を勝手に始めちゃって、吉田を無視して始めちゃうと。で、この時、後醍醐は、枝幸吉と大田忠治明に、 相談するんですが吉田には話を持っていかない吉田がそんなことを許すわけないとここで吉田大佐の選択が行われます要するに五大吾にくっついていくってことは足利高尾寺にひひざまずくかもう五大吾とも決裂して第三極を目指すかまあ、これあの選択でも選択じゃないですよね 足利高氏のもとに行こうとしても、足利、今更高氏がじゃあ、吉田を、よくぞ来てくれた、うもうこれで南北地の戦いはなくなるよっていう風になるか言うたらどうかなという、まあそこの高氏のもとに行って、吉田がどの、どういう位置になるかとかそういうことを考えたら、吉田としては、起死改正第三局を目指すしかないということで、後醍醐天皇を、まあ武力で脅しつけて、 結局、まあ、常吉親王と高吉親王をまあ奪って北陸に行っちゃうと。で、この後醍醐天皇が壊して、その時に吉田がぶち切れて後醍醐天皇の前にこう現れるというシーンは太平記にしかないんで、ほんまにそういったやり取りあったのかどうかは分かりませんが、でその時、太平記では後醍醐天皇がこれは偽りの和服だと。 お前ただお前に言ったら反対されるかもしれないからあの黙っていたんだが間違いないことを気づいたと。今ここで常吉新能に暗い譲って、で、お前と一緒に北陸に行かせよ、北陸に行ってきて、宮方深田ためにどうたらこうたらということを言うんですけども、この太平記の話ってほんまかなという、どっちか言うたら明らかに宮方が分裂しているのは事実であって、常吉新能と高吉新まは事実上質だに拉致されていたというふうに見る方が正しいんじゃないかなと。で 吉スタが毛吹雪に恐れて、土井満す徳の道ならが投資するという話があります。これあの、旧暦の10月ですから、新暦では11月の半ば頃なんですよね。11月の半ば頃に、この目峠で、まあ、滋賀県の北の方で結構、まあ、寒いところではありますが、まあ、そこの標高600メートル、まあ、寒いとかあの、標高600メートルでどうたらこうたら言うたかて、11月やでと。 いくらあれでもなるかというんですけども、あの地理学者の方がヒノキの成長具合から研究、調べた結果、この1336年というのが特に低温傾向の強い、まあ、この14世紀というのは基本的に低温、世界的に低温傾向をやったんですが、小氷期と言われる状況で特にこの1336年の年輪というのは非常に悪いと、非常に成長してないと。 というこ,とでこの1336年というこの年は、この低温傾向の強い14世紀の中でも特別に寒い時やあったんで、この太平記に書いてある旧暦の10月に、この目凍結、標高600メートルのところで、多くの投資者が出たという話は、信じられるんじゃないという話を。 その地理学者の方を引き,引きながら佐藤新一氏の,あの、えー、南北朝の動乱では書いてあります。で、安田は慶治神宮に入って金ヶ崎城に入城しています。ところは1737年3月には金ヶ崎城は陥落、常吉親王、高吉の日田義昭を失っています。常吉親王は捕虜になってしまって、その後の運命は分かりません。高吉親王と日田義明は金ヶ崎城で戦死しています。 これ吉田は助かったんですねでこれは直前に吉田が脱出したというふうに言われてますけども、まあ、この高吉親のや常、ね、吉親納という小中の玉といいますがこいつが命綱だろうにこれをほったらかして自分だけに行けるとことは考えられないんでどうも吉田は金ヶ崎城とそれから相馬山城をこう往復したようであってたまたま吉田が相馬山城で戦っている時に金ヶ崎城を凝っちゃったというふうに見られています。 でもう一つ、北畑家・明と連携の可能性について言われています。北畑家・明が京都に攻めてきたときに、青野ヶ原で時折とを破ったんですが、その後、秋恵は北陸に行かずに、伊勢の方に行く。一方、秋恵と連動して、吉田も動かない。これはあの、なぜ動かなかったのかと。 ここで昭恵と吉田が連携して一気に京都をつく、もしくは昭恵が青野ヶ原で勝った後京都をつけないと、もうかなりこっちも損が大きいから立て直さなきゃならないという時になぜ北陸に勝たなかったのかとか、まあ、いろいろ言われるわけですよね。これはあのそもそも後醍醐と吉田が決裂してたらそんな話はないわけであって、後醍醐と吉田の関係はどうなっていたのかということですね。 もう一つは北仏秋家はへのプライドが、要するに貴族である秋家、プライドが高かったんで、このな吉田ごときと一緒に連携できるかとか、えー、吉田からすると、今更秋家と連携できるかとか、えー、秋家のところに北条時行がいたんで、この時行の敵である吉田と、 飛ぶのはちょっとまずいんじゃないかと。秋景が入るたとかそれはないで、な,なんせ。昭恵軍には北条特許局の上に日田義興もいますから。時々と義興は一緒に戦ってますから。日田と北条の間では、この段階ではあの特にわだかまりないはずやで。続くまあ、そもそも秋元のところに時々が。 伊豆通りかかった昭恵に時行がまあ降伏して、で後醍醐天皇の直面を受けた段階で、もうそんな吉田と組むのは嫌だとか、そういうプライドなはず、だからこれはまあ、そもそも吉田も昭恵も連携するつもりはなかった、北陸に行っても知らないですよねそか北陸に行くのって結構しんどいですよね。 秋江さんとしては北陸と大結美濃大海で結構,で結構、ね、山がありますから、それだったら伊勢に行った方がいい。ね、伊勢に行ったら、えー、これ北畑地近房が腐食した勢力があるわけであって、どっちか言うたら、秋江が伊勢に行ったつ伊勢に転身したつのは実は間違えていないしで、吉田は動ける状態なかったとか、吉田はそもそも恐らく京都、 奪うというよりはもう北陸、東北方面に地域ブロックを形成していって、まあ、吉田の頃、越後の国、それからあの、郊助の方に、こう、勢力を付属し始めているおり、北陸、東北で地域ブロックを形成していくと。で、谷口氏はこれについてかなり影響いける可能性あったんじゃないかと。この地域ブロックに関しては。 この頃、えー、越前の国でもしばしばかなり苦戦しており、新田義田による地域武力の形成というのは成功した。で、これがもしそのままうまくいって、第三極、要するに北陸をあの吉佐が制圧して、で、そこから動かないという形だったら、これはなんか面白い歴史ができなんじゃないかという話もあります。で、事実1346年には4年後、えー、白禄というのが北陸の方に存在していたことも言われており、五代後でもない、北朝でもない、 そういう新たな地域ブロックが北陸でできていたらまあ確かに何か歴史に動き合ったのかもしれないんですけどももともとは圧倒的優先戦闘優勢に進めていく中で藤島城で苦戦している味方への手こ入れのために直属部隊50機ほど率いていく途中に300機ほどの武者部隊歩兵部隊に出会って、まあ、弓矢で倒されたと。 いうふうにまあ言われております。と、えー、いうことで、日田義経が戦死してしまって、新田氏の大きな転機が来たというか、まあ、一つ終わったということが言えます。鎌倉幕府が滅びたとのこの交渉なんですけど、足利は十三味で、新田は十4尾というのは、これはやっぱりもともと家柄がそうやとか、あるいは足利、 が新田を従えとうから差がるのか、あるいは、やっぱり高氏が6波単大落としたのが大きいから、こっちの方がウェアということなんか。もともと5位だから、もともと5位自分の対陽ですからね、これ。鴨倉幕府滅びる前にもうすでに5位で自分の対応を持ってますから。無意無んです。無意無観で,です。高氏は5位。高氏は5位持ってるから、2個上げて3位。 うん、で、えー、吉貞は無意やから、まあ、2個あげたらしいやんかと。2>, 2個のところが、かなりこん上がってますね。楠木正成があの一応、鎌倉幕府の文字は兵衛の城と書いてあるんで、おそらく兵衛の城の関東を持ったんだろうと、正成は。だから聞くったら育って正からなんでたら、正成は一応、持ってたんですか一応かあの彼は兵衛の城の関東を持っていたと見られてます。 だからまあ最近では徳葬民内人とかそういうレベルじゃないかとあのただの悪党じゃなくて正成って何位まで上がったんですかやっぱ吉定よりも下なんですかそうです下ですかそうです正成の方がうん鎌倉幕府の段階のランクでいうと一応正成の方が上じゃないですかね吉定は無為無完全に無為無感だが 正成は一応あの兵衛の城というふうに幕府からも言われてるんで一応これは公的なものだろうと兵衛の城は一応官職はあるんですよ正成はあると言われてるんですよ、まあ、かるこれは分かりませんけど正成って結局何だったのかよく分からないからだからこれも一つの見方で実際とりあえず吉田は無為無感であって正成は官位とがあった可能性はあるけどもなかったとしたら義だと同格ですよね で高氏はしっかりしした会員を持ってると、うん、しかも、うん、北条盛時の妹極楽寺流の北条家の姫を迎えているとしかもその極楽寺流の姫の東子さんの妹は扇町家という公家に嫁いでいると次の質問ですけど、はい、これ高氏による義貞排除の話が出てましたねはい神津家の主語を上杉に、うん 渡したとからこれ高氏の方から義貞を切ろうとしたあるどうもそういう動きみたいですね。この辺をお互いにあ太平記とかではお互いに排除し合ってると。うん だからあのお互い上層合戦があって、高尾寺が吉田をこう吹いて、吉田なんてあんなもんあの、鎌倉なんてたまたま潰しだけであって、ほとんどは千業のおかげだと、高尾寺が言ったら、吉田はあんな六くらなんて、そんなもんしょぼ、しょぼいもん滅ぼして、俺の戦果をと取り上がったとか言って、ぐちゃぐちゃぐちゃぐ,ちゃぐちゃお,お互いこう誹謗中傷合戦の中に、吉田の一言、しかも高尾寺の野郎、森吉新郎の殺してますからね。 なんだと言ってあの吉言にちゃったというふうな感じになってるんですけどもこの太平記では逆にこの吉貞があの森吉親王の,の死を、えー、掴んでいたってうのはどういうこっちゃという話だったんですけどもその辺当時の一時資料ではないんで何とも言いようはないですね新田が持ってた神津とか越後とかうんあの辺に高氏が 上杉を持ってここうととしたことは確かなんですね。確かなんですねそれはまずいよねと。<laughs> それは別で起こるよねと。それどころか、後醍醐もこれはまずいと思うんじゃない <laughs> という。後醍醐はやったものを勝手にやったじ。高尾寺はに考えてたんだかという感じですけど。死後を任命できる権限は誰にやったんですか基本、後醍醐は俺にやると。うん、で、高尾城は俺にやると。 思ったんでしょうね、これ。まだ高渕将軍になってませんよね。なってません。幕府もできてませんよね。うんでも俺はもうほぼ幕府だと鎌倉幕府を引き継いでるという意識があるんじゃないかな。六原奉行人とかそういった、うん、あの鎌倉幕府や六原幕府の六原短大の奉行人を基本的に引き継いで、高渕は引き継いでますから。鎌倉幕府を引き継ぐ以上、守護の武人権もあるはずやと。うん、思ったてちゃうかな。 三番目に新田義貞は後醍醐天皇の命令で常吉親王を連れて北陸へ行ったというふうに私たちは勉強しましたけどでまあ大平記で若干純職をやるでしょうあれを素直に読んだらあの最後の方ちょっと祖父にしてるうずく写真してるけども実際にはこれどう考えても義貞が後醍醐天皇を脅しつけて拉致したんだろうとしか言えないですよね。 五子もひどい話で自分が一旦高尾寺との元に行った後、高尾寺から逃げ,逃げた後、全部偽物だからな言うて、吉田を捨て,て捨てることやってますから、あのどう考えても吉田と小田皇がこうお互い示し合ってやったっつうのは、これは考えられないですよね。常に親王に持たせた三種のギ人ギはあれは後で偽物やと言い出すんですよね。言い出すんですよ。あれは本物でしょう。 吉田奪われたんでしょう。だけど、あとで偽物と言い立てたと。うん、だから、たぶん、後醍醐のことには、たぶん人気ないと思いますよ。<laughs> まあどうせ誰も民非ねから分からないだろうと。うん、そもそもそれ、後醍醐とね、高氏が講和交渉を始めたら、これ、吉田と困りますよね。困りますよでも、後醍醐はそんな知らんわよっ俺高氏と話をつけるんやということなんですか。うん 五大子って基本的に自分以外の人間は可愛くないですからね。例えば、あのちょっとでも自分の息子に対する愛情がありや、あの例えば、成吉親王を皇太子にしてある状況で自分に逃げて、成吉親王の立場を悪くす考えられないじゃないですか。ね、森吉親王にも冷たいことしてますしね。うん。基本的に五代子っての自分以外の人間可愛くない。五代子と高氏がくっつくとすれば、吉沢としてはもう、私は私でいきますわと。 うん、そのためにはやっぱり宮田がいるから親王、うん、の一人も連れていこうと、うん、神器も持っていこうとなるほど全然太平家の世界とちゃいますね太平家のあれもかなり不自然ですもんね常吉神仰に上位するってでいきなりあれ全部うそやいうて言うていやこれ普通の人間うそやだけ切れますよ そこでわしが間違えていた、やはりお前にあの常吉のに蔵譲って、お前北陸に行って頑張ってくれ、言うて、あの一旦京都に帰ったら、帰ったと逃げ出していきなり吉の上で、今までの全部偽物だと言うたら、吉田が消ていいと思いますよ。だからまあ、太平家の話か、どう考えてもあれ、おかしいよねと <laughs> お思た私も。